スポルティング・クルーベ・デ・ゴアはインド・ゴア州を本拠地とするサッカークラブである。2016から17シーズンはゴアプロフェッショナルリーグに所属している。クラブはポルトガルのサッカークラブ、スポルティング・クルーベ・デ・ポルトガルを参考として設立されたものであり、クラブのエンブレムも似た形が採用されている。現在のクラブは1999年に解散することとなった。 シダーデデゴアを現在のクラブオーナーが買い取り新たなクラブとして設立したものである。スポルティングクルーベデゴアはプロサッカークラブとして1999年に誕生した。ゴア州の州とパナジを本拠地としていたクラブシダーデデゴアが解散するとパナジ市政府は新しくサッカークラブを設立することを決定した。SC ゴアはバスコ SC に続き 政府による二つ目のサッカークラブとなった。設立後は急速な進歩を遂げ、2001から02シーズンのフェデレーションカップでは一部リーグに所属していたイーストベンガルを下すなどベスト4にまで進出した。2003から04シーズンに当時の一部リーグであったナショナルフットボールリーグへと昇格した。このシーズンもフェデレーションカップで準決勝まで。 進出したが、モフンバガン AC に敗れ決勝進出はならなかった。またこのシーズンはバスによる事故に巻き込まれる形で4人のキープレイヤーがリーグに参加できなくなり、その他複数の選手が負傷により出場できないという緊急事態を迎えたが、ナイジェリア人選手マクファーリングドゥオマグビミの活躍もあってチームは短期間で低迷期を脱し、イーストベンガルやモフンバガン、 サルガオカー、マヒンドラユナイテッドといった競合クラブと互角に渡り合った。2005年にはフェデレーションカップで決勝に進出し準優勝した。翌シーズンは2年連続で決勝に進出したが、PK 戦の末にも、フンバガンに敗れ優勝はならなかった。2009から10シーズンは14チーム中13位に、終わりにブリーグに降格することとなったが、翌シーズンは2位に入り再び、 アイリーグへと昇格した。s c ゴアのエンブレムは、スポルティング・クルーベでポルトゥガルを真似て制作されたもので、あるが完全に同一のデザインというわけではない。最も大きな違いは、スポルティング CP のエンブレムには、クラブ名が完全な形で入れられているが、s c ゴアのエンブレムには、SCG という略称の形でしか入っていない点である。 またスポルティング CP のエンブレムは、ダークグリーンと黄色の2色で構成されているが、SC5 話のエンブレムは、ダークグリーンと白の2色で構成されている。クラブのエンブレムの色が、緑と白の2色で構成されているのに対し、正式なクラブカラーは、大々と白の2色となっている。実際クラブのニックネームは、燃え立つオレンジとなっている。ホーム用ユニフォームは上半身が大色。 下半身が白色、アウェー用ユニフォームは上下ともに白、襟の部分が橙々色となっている。窓オンにあるファトルダスタジアム伝統的に SC コアはコア州窓オンにあるファトルダスタジアムをホームスタジアムとしている。しかし、クラブが2部リーグに降格した2011年にはリーグがホームアウェー方式を採用しなかったため、 メーガーラヤーシュロンのジャワハルラールネルースタジアムでプレーした。2011から12シーズンには一部リーグのアイリーグへと復帰し再びファトルダスタジアムでプレーすることとなった。クラブのマスコットはズンバという名前である。また、クラブの公式ソングはゴア州の有名バンドスカイハイウィズ・ポンプにより作曲されたフレーミングオレンジである。ありがとうございます。